こんにちは、みさと21と申します。今日はですね、ルマフュージョンという動画編集ソフトの基本的な使い方をご説明いたします。早速ですが、こちらがアプリを立ち上げた状態の画面になります。画面左下のプラスボタンを押します。で、プロジェクト名を決めましょう。ここではですね、仮にテストとしておきます。で、プラスボタンをまた押すと新しいプロジェクトが立ち上がりました。今左上にハイライトしているエリア、これがですね、動画に使う素材を表示するところになります。なので、ここから写真とか動画を、拾っていきます。試しにアルバムをタップして動画を選びます。 iPad に撮りためた写真や動画がいっぱいありますが、今回はルマフュージョン用に作ったフォルダから選びます。動画を一つ選んでタップすると、今度右側の画面にプレビューが表示されます。この部分をつまむと動画の両端を切り取ることができます。あるいはですね、再生ボタンを押して、任意のところで止めます。はい。で、このコの字型みたいなボタンをパチッと押してやる。で、また再生してやって、止めてですね、で、この字型のボタンを押してやる。こうやっても動画を切り取ることができます。こうして動画の長さを決めた後に、その動画のアイコンをダブルタップしてやると、下の画面に動画が映ります。あるいはですね、このプレビュー画面を、ドラッグ&ドロップしてやっても動画を下に動かすことができます。この下のエリアはですね、タイムラインといって、ここに動画とか音楽とか、あるいは他のコメントとかを置いたりして、実際の動画に仕上げていく、そういう場所になります。このタイムラインなんですけども、こうやって長い動画を置いたりするとですね、こう、スクロールして移動できるんですけど、大変なんですよね、移動が。で、それを回避するためにですね、こうつまんでやる、ピンチしてやったりとか、あるいは広げてやったりすると、この縮尺が変わってですね、長い距離移動するのが簡単になったりします。タイムラインに動画を入れる際のやり方なんですけれども、動画と動画の間に挿入するっていうやり方と、あるいは今ある動画の上に上書きするやり方、2つがあります。この左にあるボタンで変えられるんですけども、今挿入モードだったのを上書きモードにしました。で、動画を入れていくとですね、既存の動画の上にこう被さるような形で載ってきます。なので、既存の動画が一部消えてしまうんですよね。次に挿入モードに切り替えていくと、今度はですね、既存の動画の間に割り込むような形で新しい動画が入ります。動画のカットの仕方です。冒頭で初めから動画の両端を切るやり方をご紹介しましたけれども、そうではなくて、まずは全ての動画を入れてしまって、で、途中で任意のところで切るっていうことができます。やり方は2つありまして、この右側のハサミマーク、これを使って切る方法があります。あるいは切りたいところをまたいで2本の指でタップしても動画が消えます。続いて音楽の挿入の仕方です。この左上のなんだかよくわかんないマーク、これソースボタンなんですけども、そこを押すとですね、いろんな、材料にアクセスすることができます。今は iTunes を選びましょう。動画の大きさや位置の設定の仕方です。まずは動画をタイムラインに入れましょう。で、ちょっと位置を調整しまして、これをですね、大きさを変えていくのには動画をダブルタップします。で、今フィットモードっていうのをやってみましょう。フィット、これで動画の全てが画面内に入ります。
次にサイズと位置というところを触ってみましょう。これで大きさやあるいは位置を任意に設定することができます。こんな指で動かすことができます。 OK だったら戻りましょう。動画を見てみると変更した内容が反映されているのがわかります。動画にタイトルをつけてみましょう。まずは動画を挿入します。そしてまたソースボタンを押して、下のタイトルを押します。そうすると数十種類のタイトルが出てきてですね、その中から自由に選ぶことができます。でまたこれをダブルタップすると編集モードになって、さらに文字をダブルタップします。そうすると好きな文字を入力できるようになります。文字を入れた後には、完了ボタンを押して、でまた、戻ります。そうするとちゃんと動画の上にタイトルが反映されています。で位置もこうやってずらしたりできます。なんとなくそれらしい動画になりましたね。タイトルの位置を動かします。先ほどやったようにまずは動画を入れて、でタイトルを入れていきましょう。タイトルを入れ終わったらですね、今度左下のボタンを押します。そうすると今度この画面の位置をですね、また指で任意の場所に動かすことができます。位置が決まったら戻って再生をしてみましょう。ちゃんと変更が反映されているのがわかります。タイトルを微調整することができます。先ほど作ったタイトルを、真ん中のボタンを押してタイトルで、またこのオブジェクトを指で触っていくとですね、こうやって指で大きさを変更したりとか位置を変更したりっていうことができます。でまた文字をタップすれば、文字の色を変えたりとか、っていうことが自由にできます。こうやって下の方に行くとですね、フェイスの色というところから、自由にいろんな色を選ぶこともできます。同様に枠線の変更も自由自在です。オーバーレイタイトルを入れます。オーバーレイタイトルっていうのは単純に言うと、テキストのことですね。動画の中にテキストを入れる方法です。まずは動画を自分の好きなところへ持っていきます。どのタイミングで入れるかっていうのがなかなか難しいんですけども、位置が決まったらこのプラスボタンを押してオーバーレイタイトルを入れます。そうするとここをですね、またダブルタップしていくと編集画面になりますので、まずは文字を入力して書きたいことをここに綴っていきます。先ほどのタイトルとかと同じようにですね、文字の色を変えたりとか、あるいは大きさを変えたりとか位置を変えたりっていうのも自由に設定できます。で、同じ素材を、コピーするためにですね、この右側のボタン、クローンというやつですね、これを押すとですね、ハイライトされていたものが1個コピーされます。でこれをちょっと位置をずらしたりとか短くしたりして、また使ってあげましょう。で文字を、書き換えていきます。で、色もちょっと変えたりとかしてみましょう。なんか潰れちゃいましたけども、直してあげて、位置をずらしていきます。ではですね、このできた文字ちょうどいいタイミングで登場するように位置を調整していくんですけども、ちょっとこれがなかなかコツがいりますね。このタイミングだっていうところで出るようになるまで微調整をしてあげる必要があります。
ました。これで大体良さそうかなという感じです。ちょっと再生してみましょう。良さそうですかね。では最後に動画の書き出し方です。ちょっとこの旅行に行った際のですね、動画とかをこのようにつなげてみました。持ってる素材の動画を切り貼りして一連の流れにしていきますと、はい。あんまりテロップとか入れてないもあの状態なんですけども、なのでちょっとご紹介したテクニックを全然使えてない感じなんですが、こういった動画を作ってこれを書き出すという動作が最後の仕上げになります。はい、こういった動画でした。でこれを書き出すためにですね、この上のところを見てきます。今上にバーが表示されてたんですけど、これちょっと出たり出なかったりすることができます。その場合はこの右上の画面をタッチしてですね、表示した状態にしてください。で、この右上の書き出しボタンを押して、次にムービーを選択します。で、最後に、また書き出しボタンを押しますと、自分の iPad に、動画が保存される形になります。という形で、ルマフュージョンの使い方の基本的なところを、さらっと紹介させていただきました。皆様の参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。